1942年9月4日、セララン兵衛の連合軍捕虜。この写真は捕虜の一人が密かに撮影して隠し持ち、後オーストラリア戦争記念館に寄贈された。セララン兵衛事件は、1942年9月初めに、シンガポールのチャンギーの捕虜収容所で、日本軍が捕虜の脱走の再発防止のため、先に脱走して、 最終容した4人の連合軍捕虜を見せしめに、銃殺し、捕虜約1万5千人を、収容人員900人弱のセララン兵衛に移動させる虐待を行って、捕虜全員に合走しない旨の制約書への署名を、強要した事件。1946年に、イギリス軍シンガポール裁判で裁かれた。1942年2月15日に、マレー半島の連合軍は、 日本軍に降伏し、5万人を超える連合軍兵士が日本軍の捕虜となり、チャンギーその他の捕虜収容所に収容された。1942年9月に、それまで第25軍の指揮下にあったマラヤの核捕虜収容所は、陸軍省不所情報局の所管に移ることになり、福江マっピラ少将がマレー捕虜収容所の所長となった。福江が所長となってから間もなく、 捕虜4人が武器ティマの収容所から脱走を企て、数日後に拘束されて、元の収容所に戻されていた。福江省省は、チャンギーの連合軍捕虜を統率していた、マンチェスター連隊の EB ホームズ大佐に、すべての捕虜に、脱走を企てないとの誓約書に署名させるよう、要請したが、署名を希望する捕虜はなく、ホームズ大佐はこれを拒否していた。 1942年9月2日、拒否の翌日、チャンギーの連合軍捕虜のうち、傷病者を除く約1万5000人に即日セララン兵衛に移動するよう命令が下された。セララン兵衛はかつて、ゴードン高地地方部隊が使用していた兵衛で、広場の両側に2つずつ兵舎があり、周囲には排水口が巡らされ、 排水口の外側には、インド国民軍の兵士が50メートルおきに保証に立っていた。収容人員は900人弱だったが、そこに約1万5000人の捕虜が収容された。兵衛は過密状態となり、食料や水も不十分な状態に置かれた。便所や手洗いもなく、そこから数ヤード先にある消火栓の使用も禁じられたため、捕虜たちは広場に瓶壺を掘る作業から始めた。 敷地は極めて狭く数ヤードの隙間に各人は住みかつ寝るほかなかった。ホームズ大佐はそれでも保養宣言への署名を承諾しなかった。同じ9月2日の12時過ぎにベティンクサの防空訓練所に近い海岸で収容所から脱走しようとした堀軍、ブリービントン5長ら英豪軍の軍人4人が銃殺された。ホームズ大佐と各区域の統率者は 四人の処刑に立ち会うよう命じられた。日本の大佐、通訳の岡崎中尉、その他何人かの将校も現場に立ち会っていた。捕虜四人のうち一人は病院から連行されたためパジャマ姿で現場に到着し、自分で立っていることができず他の二人に支えられていた。ブリービントン五長が日本軍の将校に脱走は自分の責任で、 他の者に罪はないから釈放してほしいと言ったが、返事はなかった。四人は目隠しをされないまま、インド人の将校四人によってまず手や腹を打たれ、それから止めを刺された。軍法裁判は行われていなかった。処刑が終わった後、岡崎中尉が立ち会っていた、連合軍の将校に向かって、今の出来事を見て、部下に脱走しない胸の署名をするよう命じるべしと、言った。処刑によって、 かえって捕虜たちの署名拒否の決意は強まり、食料はさらに減らされたが、その後3日間、セララン兵衛での生活を続けた。3日目の夜に、日本軍は、病院にいる感染症の患者ら5000名を、セララン兵衛に送ると通告してきた。捕虜たちは緊急集会を開き、当時ジフッテリアが流行しており、すでに便所は、糞便で溢れて、赤リなどの感染症患者が増加し、 何人かの死者が出て、平営の狭い敷地内に埋められるなどをしていたことから、ホームズ大佐が全員を代理して、捕虜宣言に署名することにした。署名の翌日、捕虜たちが、セララン事件あるいは、チャンギーの黒い穴と呼んでいた事件は収束した。福江省省による捕虜宣言の強養は、シンガポールの他の収容所でも行われており、当時リバーバレー通りとハベロック通りの、 合同収容所の連合軍捕虜を統率していた英軍ヒース中佐とワイルド少佐は1942年9月に制約書への捕虜全員の署名を求められこれが違法だと考えてチャンギーのホームズ大佐に相談したところホームズ大佐はセララン兵衛の事件を引き合いに脅迫下にあるため署名するほかないとした戦後先般調査に当たったワイルド少佐は セララン兵衛での事件について調査し、通訳を尋問して4人の処刑と命令したのが福江少将であることについて証言を得た。福江少将は敗戦時代102師団長としてフィリピンにいたがシンガポール裁判の先般容疑者第1号として召喚された。インド人の銃殺隊を指揮し、自らも発砲したインド国民軍のラナ隊員はデリーで逮捕された。 事件は1946年2月22日から28日にかけてビクトリア記念館で行われたイギリス軍シンガポール裁判の最初の裁判で裁かれた。福江中将が、が戦争犯罪に当たるとして起訴された。1946年2月28日に福江中将に有罪、重殺刑の判決が下った。同年3月12日に 福江中将は嘆願書を提出し、と主張した。また福江は嘆願書の中で、不慮収容所長を務めた3ヶ月半の間に、収容所に薬や医薬品を補給するなどして、レーディヒース、ホームズ大佐及び、クレーブン大佐から合計4通の感謝状をもらったと述べていた。シンガポール地区司令、LH コックス少将は、確認にあたりワイルド大佐に報告を求め、 ワイルド大佐は1946年4月5日付で、福江中条について、有利な材料は何も思い当たらず、福江が、不良収容所長に就任してから収容所が減らされて、超過密状態となり、薬品や医療品は、不足していて待遇が悪化したこと、その後他の収容所長が状況を改善したことに比して、劣っていたこと、感情の提出が強要されていたことなどを報告した。 これを受けて、コックス少将は嘆願書を却下し、判決を確認した。1946年4月27日、かつて、チャンギーの4人が銃殺された場所に連行され、福江は天皇陛下万歳を叫んだ後、銃殺刑が執行された。ありがとうございます。